はい、そんなわけで、再スタートです。ということでね、クリスマスメドレーと、パシフィックコーストという曲ね、まあ途中でちょっとわけわかんなくなっちゃいましたけど、まあ練習しました。ということで、次は、まあ、今までに何回もやってるね、ドランクドンキーという曲ね、まあこれもね、全然練習はしてないんですが、まあ、ある程度は弾けるんじゃないかと。まあわかりませんけど。まあドランクドンキー行きたいと思います。はい、そんなわけで、私のオリジナル曲の、ドランクドンキーという曲でした。
まあ、はい、最初はね、2曲やって、2曲というか、クリスマスメドレーとを2回やって、そして、まあ、今年作った自分のオリジナルソングの、パシフィックコースというのをやって、ちょっと時間がね、中途半端になって、次の曲をやるとすると、これまあ一応30分で終わっちゃうんですよ、このツイキャス、ライブ配信ね。まあなんかなんだコインが見てる人がコインを投げ銭かな、よくわかんないけど、そういうことしてくれたらなんか時間が延びるのか、なんかそんな感じらしいんですが、まあそういうこともないんで まあ一旦24、5分のところでまあ切って、まあそこからまた別枠というか、それで再開させて、今だいたい6分40秒過ぎぐらいまで今やってるんですが、まあ次やったらね、多分まだまだ時間は余ると思うんですが、もう次で最後にしておきます。で、前もこれも前何回かやってると思うんですが、ショッキングブルーの「ヴィーナス」という曲を、まあ、ソロギターにアレンジして、あとまあそうですね、ヴィーナスとヘンリー・マッシーニさんの、なんだっけ、ピーター・ガンのテーマと、ベンチャーズのどっちだ、パイプラインか、パイプラインと、そしてディープパープルのスモークオンザウォーターをメドレーでやって終わりたいと思います。Thank you.
はい、ビーナスから、スモークオンザウォーターまでのメドレーでした。もう今日はね、おそらく今年最後の配信になると思いますんで、わかりませんけど、ひょっとしたら大晦日あたりにもう一回ぐらいやるかもしれませんが、一応今日が最後ということで、皆様良いお年をお迎えください。ということで、2022年も頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしたいと思います。はじきや元禄でした。どうもありがとうございました。